はい、どうも、生物担当の田中龍之介です。今回は一問一答シリーズの地質時代のお話となります。まあ、ここからね、進化のお話になってくるんですけど、まあ、特に知識のね、比重が高いところになりますので、しっかりと確認をしておきましょう。まあ、特に、 ここら辺をね、覚える上では、まあ意味付けとかね、えー、その流れをイメージすることが重要ですので、えー、今回ね、その一問一答でまあ練習するだけじゃなくて、きちんと教科書などで勉強して、そのストーリーをね、意識して覚えてもらえたらと思います。ではまず一問目から行きましょう。地球は約何億年前に誕生したと考えられているか。えー、こちらは約46億年前になります。では次。 無機物から単純な有機物を経て生態を構成する有機物が生じる過程を何と言いますかこれどういうことかと言ったら、まあ、地球誕生当時っていうのはほとんど無機物しかないんですね。そんな中で生物がどう、生命体がどうやってね、誕生したのかって言ったら、まず有機物がね、作られる過程が必要になります。でその有機物を、まあ、体のね、成分として、まあ、生命体が出てきたと。はい、ということで、その有機物、無機物から有機物ができるまでのね、過程を何と言うか、 こちらを化学進化と言います。で、そしてその後、生命誕生の場として注目されている深,深海底の熱水を吹き出している場所のことを何というか、えー、こちらを熱水噴出口と言います。まあ、つまり熱水噴出口において化学進化が起こったんじゃないかとかね、考えられています。では次ですね。 で、じゃあ最初に出てきた生命体っていうのはどんなものなんだろうということで、原始生命体のモデルがいろいろ考えられました。でそこで、オパーリンという人は、生命の起源に関する科学的な研究を通じて、液状の粒が原始生命体の初期段階であるという、ね、説を唱えましたえ。これを何というか、コアセルベート説と言います。えちなみに他にもですね、 マリグラヌールっていう原子生命体モデルも考えられていて、これは熱水噴出口をまあ再現して作られたモデルになります。まあ、マリグラヌールもね、余裕があれば覚えておいてください。ではその次。原始地球において生物の基本的な活動が RNA により支配されていたと考えられる時代を何というか、また現在のように DNA により支配されている時代を何というか、それぞれを RNA ワールド、DNA ワールドと言います。 まあ現在は DNA をね中心としてまあ生命活動が営まれているんだけど、過去には RNA を遺伝物質として、RNA を中心として生命体の活動が行われていた。そういう時代があったとされています。それを RNA ワールドって言うんですね。では次。世界各地の約27億年前の地層からシアノバクテリアの働きによって形成された岩石が発見されている。この岩石を何と言いますかこれを ストロマトライトと言います。まあ、よくね、その地質時代を勉強するときに、約27億年前にシアノバクテリアが繁栄していたみたいな、ね、記述があると思うんですけど、それっていうのはちゃんと、ね、根拠がありますよっていう話ですよね。まあ、その根拠として、まあ、ストロマトライトが挙げられるわけです。では次。原始的な真核生物に好気性細菌が共生してミトコリア、ミトコンドリアの起源となり、原始的なシアノバクテリアが葉緑体の起源となったと考えられている説を何というか。 まあ、つまり、ミトコンドリアや葉緑体というのは、もともとは他の生物が細胞内共生したことで獲得したとね、えー、そういう説ですね。で、それを何というか、これを細胞内共生説と言います。細胞内共生説はマーグリスという人物によって唱えられました。では、その後、陸上生物が誕生した変成に関する文章の括弧、えー、に入る言葉を書きましょうという話ですね。 まず、えー、原始大気中にはほとんどホニャララが存在しなかったが、ホニャララ発生型光合成生物であるホニャララの繁栄により、環境中のホ,ホニャララ濃度が上昇した。また、ホニャララは、海水中のホニャララを酸化し、これにより酸化鉄が大量に生じ、海底に沈殿することでホニャララを形成したと。 で、さらにホニャララ濃度が上昇すると上空にホニャララが形成され、ホニャララが生物に有害なホニャララを吸収することで生物の陸上進出が可能となったとあるんですが、まあ、生物の陸上進出をまあ促す、ね、要因として、その一つとしてオゾン層があります。で、オゾン層っていうのはね、O3 でできているわけですね。で、その元は O2 なわけです。まあ、ですので、カッコ1には O2、酸素が入ります。 で、最初は酸素が存在しなかったが、酸素発生型光合成生物であるシアノバクテリアの繁栄によって環境中の酸素濃度が上昇しました。また、酸素は海水中の鉄を酸化し、まあ、ここ鉄イオンでも OK です。鉄を酸化し、これにより酸化鉄が大量に生じ、海底に沈殿することでホニャララを形成したよと。 酸化鉄がどんどんですね、積も、堆積していって、島状鉄鉱層というものを形成しました。はい、さらに酸素濃度が上昇すると上空にオゾン層が形成され、オゾン層が生物に有害な紫外線を吸収することで、生物の陸上進出が可能になったわけです。はい、ということで、今回の答えはこちらになります。ではその後、戦艦ブリア時代末期に反映した多細胞生物のグループを何と言いますか これね、有名なやつで、エディアカラ生物群というのがいます。ではその後、カンブリア紀には動物の爆発的な多様化が起こった。これを示すものとして、カナダのロッキー山脈から発見されたある動物群の化石が有名である。この動物群を何と言いますかこれを、バージェス動物群と言います。結構ね、エディアカラ生物群とバージェス動物群ね、ごっちゃになっちゃってる人ね、多いので、ここら辺ね、気をつけておいてください。 また、バージェス動物群のね、例としては、例えばアノマロカリスとか、ピカイアというものが知られているんですけど、まあ、特にね、個人的にはバージェス動物群の中で、ピカイアって押さえておいてほしいんですね。ピカイアっていうのは原作動物に分類され、えー、それはね、その、すなわち、脊椎動物の進化につながってくるところですので、えー、特にバージェス動物群でピカイアは押さえておいた方がいいかなと思います。では、その後。 カンブリア期の中頃に誕生した最初の脊椎動物を何類と言いますかこちらを無学類と言います。まあ、魚類の直接の祖先だと思ってください。はい。で、その後、古生代の地質年代の名称を順番に上げていきましょうということで、まあ、何期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 みたいなね、感じでこれ上げてほしいんですけど、こちらの答えは、 はい。カンブリア期、オルドビス機、シルル機、デボン機、石炭機、ペルム機となります。まあこれね、まあ最初のうちはね、呪文のようになってしまうかもしれませんが、覚えてないとね、結構話にならないところがありますので、カンブリア、オルドビス、シルル、デボン、石炭、ペルムね、もう何度もね、つぶやいて覚えてください。では次。中世帯の地質年代の名称順にあげよう。こちらね、3つあげてください。はい、こちらは、 三条紀、ジュラ紀、白亜紀。ね、この三つになります。では次、古生代及び中生代はそれぞれ約何億年前に始まりましたか、まあ、まずね、古生代が始まったところというのは、つまりその前の戦艦ブリア時代と古生代のね、この境界線で、ね、どこですかって話なんですが、えー、それはですね、5億4千万年前、ね。つまり5.4億年前ということになります。そして、えー、古生代はですね、えー、約3億年間続きました。 で、約2億5千万年前に中世代が始まります。なので、中世代が始まったのは2.5億年前なので、はい、答えはこの通りになります。古生代は約5.4億年前。中世代が約2.5億年前となります。はい、で、その後。えー、両生類が出現したのは何期ですかまあ、そもそもね、両生類が出現したのは古生代になるんですけど、その中で何期かという話で、 こちらはデボン期となります。で、は次、爬虫類が出現したのは何期か。えー、これもね、古生代です。えー、爬虫類が出現したのは両生類の後なので、はい、こちら、石炭期となります。で、は次、哺乳類が出現したのは何か。はい、これはですね、中性代になるんですね。ですので、3択ですね。こちら、答えは3畳期となります。で、は次、蝶類が出現したのは何期か。はい、こちらもですね、えー、中性代なんですけど、 蝶類が出現したのは、ジュラキとなりますえ。特に恐竜類の仲間から蝶類が進化したと言われていてですね。えちょうどこのジュラキの地層から、蝶類と恐竜,恐竜類の中間系生物であるシソ蝶の化石もね、この時代の地層から発見されています。で、次、シダ植物が出現したのはいつかという話なんですが、こちらはシルルキとなります。 では次、裸子植物が出現したのは何期か。はい、こちらは、デボン期となります。えつまり、デボン期、デボン期には動物でいうと両生類の出現。植物でいうと裸子植物の出現が起こったわけです。では次、肥子植物が出現したのは何、何期か。ね、これ飛んで中世代の話なんですけど、特にね、中世代の最後の方の白亜期に出現しています。はい、では次に行きましょう。では今度。 樹上生活をする上で霊長類で獲得した特徴を3つ挙げましょうということで、まあ、特にね、霊長類の祖先というのは、ツパイと呼ばれる食虫類に分類される動物です。で、そのツパイが樹上生活を始めて、でその中で、まあ、どんどんですね、樹上生活をするのに、まあ、重要な形質を獲得していったんですが、代表的なものを3つ挙げると、はい、この3つになります。ま,あ、まず、ね、目の位置が顔の前になりましたよ。 それに伴って、両目でね、見える範囲が広がり、その結果、立体視や遠近感が発達しました。また、爪の形もですね、それまでは鍵爪と呼ばれるですね、爪だったんだけど、平爪になりましたよと。そして、この手についてですね、親指と残りの4本指が向かい合うようになったことで、それでね、物をつかみやすくなったんですね。このような性質を母子対抗性と言います。 はい。ということでね、この3つについては覚えておきましょう。では次。えー、今度はですね、その類人猿から人類へのね、進化のところになります。まあ、類人猿っていうのはね、チンパンジーとかオラウータンとかね、そこら辺の霊長類になります。で、えー、類人猿と比べて人類は眼科上流器、大光頭光の位置、骨盤の形がそれぞれどのようになっていますかと。で、まずね、眼科上流器っていうのは、この目の上のね、部分の骨ですね、眉裏辺の骨です。で、 類人縁っていうのはね、ちょっとそこは出っ張ってるんだけど、えー、人類っていうのはそこがですね、えー、小さくなってるんですね。だから眼下上流器は小さくなりました。でまた、えー、大口頭光というのは脊椎骨、ね。つまり背骨が刺さる穴のことです。で、特に、ね、類人縁っていうのは前傾姿勢なので、だから頭蓋骨があります。ね、こっち前だと思ってください。えー、前傾姿勢だから背骨が いやいやね、後ろの方から刺さってるんですね。しかし、人類っていうのは直立二足歩行を行いますので、背骨が頭骨の真下から刺さる感じになります。ですので、大甲頭骨の位置というのは、頭骨の真下に位置するようになりました。えそしてえ、骨盤の形え。これもですね、その姿勢が関わってるんですけど、類人縁っていうのはね、前傾姿勢なわけですね。だから、あばらで内臓を支えているんです。しかし、人類は直,直立二足歩行になる。 ということはね、あばらで内臓を支えることができないので、やがて骨盤で内臓を支えるようになったと言われています。まあ、なので、それに応じて骨盤の形というのは、まあ、横に広く丸みを帯びるようになりました。はい、ということで、えー、それぞれの変化はこのようになります。では次行きましょう、はい。人類が出現したのは約何万年前ですかっていうお話なんですが、えー、人類はですね、アフリカで誕生したと言われています。 で特に、え最も、ね、古いえ化石人類としては、サヘラントロプスと呼ばれるものが知られているんですけど、それは約700万年前の地層から発見されています。えですので、人類が出現したのは約700万年前じゃないかと言われています。まあ、もしね、今後新しい化石が発見されたりしたら、これね、変わってきたりするんですけど、まあ、今のところは700万年前に人類が出てきたと言われています。で特に、 初期の人類というのは類人猿に近いので、ンジ人ンと呼ばれています。で、その後ね、人類の中でも、まあ、進化が起こるんですね。で、その後、えエンジ人ンの後に、原人というものが出てきて。まあ、原人の例としてはね、ホモエレクトスって呼ばれるものがね、えー、教科書とかではまあ代表的ですかね。で、その原人の後に、求人。で、求人っていうのは、まあ、ネアンデルターレンシスっていうのがいるんですけど、まあ、それはね、あの、ネアンデルタール人って聞いたことありますかね。 まあ我々のね、そのホモサピ,モサピエンスのまあ前に、ね、出てきているまあ人類ですね。で、そして、はい、その求人であるネアンデルタアレンシスが出てきて、その後、はい、新人が出てきますよと。ね、新人の代表、代表的なやつはまあ我々、ホモサピエンスとなります。まあ、このね、化石人類っていうのはまあ大きくね、4つに区分されて、エンジン、原人、求人、新人ってあるんですけど、まあこれもね、あの、しっかりとね、押さえておいてください。では、今回は以上となります。お疲れ様でした。 今回も授業お疲れ様でした。生物は授業で使っている資料を公式ホームページの方からダウンロードできますので、そちらを利用してもらえたらと思います。プレミアムの方では共通テスト対策とか、私立国立とかの対策をやっていますので、そちらの方でパワーアップしてもらえたらと思います。では皆さんお疲れ様でした。